アブネル・マレス・マルティニスは、メキシコのプロボクサー。元 IBF 世界バンタム級王者。元 WBC 世界スーパーバンタム級王者。元 WBC 世界フェザー級王者。元 WBA 世界フェザー級王者。世界三階級制覇王者。トレーナーは、マニーロ・ブレス。メキシコのグアダラ・ハラ生まれ。7歳の時に、家族でアメリカ合衆国カリフォルニア州。 ハワイアンガーデンズへ引っ越し、15歳の時再びメキシコへ戻った。2002年エルサルバドルで開催された中央アメリカカリブ海競技大会にバンタム級で出場、準決勝でファンマヌエル・ロペスを破り優勝した。2003年ドミニカ共和国サントドミンゴで開催されたパンアメリカン競技大会にバンタム級で出場、準々決勝で ファンマヌエル・ロペスを破り勝ち進むが、決勝でギレルモ・リゴンドーに敗退した。2004年、ギリシャ・アテネで開催されたオリンピックにバンタム級で出場するが1回戦で敗退した。アマチュア戦績は112勝8敗。母国メキシコを離れて、アメリカに渡り、プロに転向した。2005年1月6日、アリゾナ州ソ村のデザートダイヤモンドカジノでデビュー戦を行い。 二回二分零秒 TKO 勝ちを、収めデビュー戦を白星で飾った。2007年9月7日、ナボ北米バンタム級王座決定戦を、元 WBO 世界フライ級王者、石泥ガルシアと行い、ガルシアが7回終了時に棄権したため、王座獲得に成功した。2007年11月17日、アトランティックシティのボルガーアタホテルカジノスパで、 ダミアン・デビッド・マルチアノと対戦し、12回3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。2008年3月15日、ラスベガスのマンダレーベイイベントセンターでディオス・ダド・ガビと対戦し、2回49秒、TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。二千十年五月十二日、ステープルズセンターで IBF 世界バンタム級王者ヨニペレスと対戦し、 十二回、一から0の判定で引き分けたため、王座獲得に失敗した。二千十年十二月十一日、自身の他に、ビッグダルチニアン、ジョゼフ・ワグベコ、ヨニー・ペレスと共に出場した、スーパーシックスワールドボクシングクラシックのバンタム級番として、ショータイムが主催するトーナメントであるバンタム級、スーパー4の準決勝で、元世界二階級制覇王者のビッグダルチニアンが持つ、 イボ世界バンタム級王座特異の WBC 世界バンタム級シルバー王座をかけ対戦し12回2から1の判定勝ちを収めイボ王座の獲得 WBC シルバー王座獲得に成功し決勝に進出した2011年8月13日バンタム級スーパー4の決勝戦 IBF 世界バンタム級王者ジョゼフ・アグベコと対戦し 12回2から0の判定勝ちを収め、IBF 王座の獲得、WBC シルバー王座の初防衛に成功した。バンタム級スーパー4を優勝で飾った。2011年12月3日、カリフォルニア州アナハイムホンダセンターで IBF からの指令に基づきジョゼフ・アグベコと再戦し、12回3から0の判定勝ちを収め、IBF 王座は初防衛。 WBC シルバー王座は2度目の防衛に成功した。2012年2月9日、IBF 世界バンタム級王座を返上、WBC 世界バンタム級、シルバー王座も返上した。2012年4月21日、テキサス州エルパソのドン・ハスキンズ・コンベンションセンターで、西岡俊明の名誉王座認定に伴い、エリック・モレルと WBC 世界、 スーパーバンタム級王座決定戦を120ポンド契約のキャッチウェイトで行い、12回3から0の判定勝ちを収め2階級制覇に成功した。2012年11月10日、カリフォルニア州ロサンゼルスのステープルズセンターで1階級下の WBA 世界バンタム級スーパー王者のアンセルモモレノと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め、 初防衛に成功した。2013年1月31日、ノニトドネアとの対戦を希望していたが、両者の所属しているプロモーター及びテレビ局が断絶状態にあり対戦実現の見通しが立たなかったことで、マレスは路線変更を強いられることになり、3階級制覇を目指すため WBC 世界スーパーバンタム級王座を返上した。 2013年5月4日、MGM グランドガーデンアリーナで、フロイド・メイウェザー・ジュニア対、ロバート・ゲレロの前座で、WBC 世界フェザー級王者、ダニエル・ポンセ・デレオンと対戦し、9回2分20秒、TKO 勝ちを収め3階級制覇を達成した。2013年8月24日、カリフォルニア州ロサンゼルス・軍カーソンのスタブハブセンター、テニスコートで、 ジョニー・コンサレスと対戦し、初回2分55秒小負けを喫し初防衛に失敗、王座から陥落した。2013年12月30日、2014年2月15日に、ステープルズセンターで、ジョニー・コンサレスと再戦する予定だったが、マレスがスパーリング中に暴らぼねを痛め試合は延期となった。2014年7月12日、MGM グランドガーデンアリーナで、 サウル・アルバレス VS エリス・ランディララの前座で、ジョナサン・オケンドとフェザー級10回戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収め再起した。トレーナーをバージルハンターに変更しての初の試合となった。2014年12月13日、MGM グランドガーデンアリーナで、アミール・カーン VS、デボン・アレクサンダーの前座で、ホセ・ラミレスと128ポンド契約10回戦を、 行い、ラミレスが5回終了時に危険したため再起に連勝を飾った。2015年1月9日、ゴールデンボーイプロモーションズからプロモート権を破棄されたことで同プロモーションを離脱した。2015年8月29日、ステープルズセンターで1階級下の WBC 世界スーパーバンタム級王者レオ・サンタクルスと WBA 世界フェザー級 スーパーを王座決定戦を行い、12回0から2の判定負けを喫し WBC に続く2年ぶりの王座帰り咲きに失敗、WBC ダイヤモンド王座獲得に失敗した。2016年3月12日、コネチカット州アンカスビルのモヒガン3カジノで、元世界3階級制覇王者、フェルナンド・モンテールとフェザー級契約での対戦が、 内定していたが、メインのキース・サーマン VS、ショーン・ポーターが延期になったのと、代わりに、メインになったゲイリー・ラッセル・ジュニアが、開催日程が変更になったため、イベントは、中止になった。2016年6月25日、バークレイズセンターで、キース・サーマン VS、ショーン・ポーターの前座で、WBA 世界フェザー級王者ヘススクエージャルと、対戦し、WBC に続く。 大座獲得を目指す予定だったが、マレスが予備検査で視力低下の問題に引っかかったため出場ができなくなった。しかし主催するディベイラエンターテインメントは7月下旬頃にカリフォルニア州に場所を移して開催する意向を示した。マレスは2008年に網膜剥離を患って手術を受けている。2016年12月10日、 ロサンゼルスの南カリフォルニア大学校内にあるギャレンセンターで WBA 世界フェザー級王者のヘススクエジャルと対戦し12回2から1の判定勝ちを収め WBC に続き WBA での王座獲得に成功したこの試合でマレスクエジャルはそれぞれ70万ドルのファイトマネーを稼いだ2017年10月14日 スタブハブセンターテニスコートにて、レオサンタクルス VS、クリスアバロスの前座で、WBA 世界フェザー級12位のアンドレスグティエレスと対戦し、10回2分40秒、3から0の負傷判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2018年6月9日、ステープルズセンターにて、WBA 世界フェザー級スーパー王者、 レオサンタクルスと2年9ヶ月ぶりの再戦となる王座統一戦を行い、12回0から3の判定負けを喫し王座統一と2度目の防衛に失敗した。2019年1月23日、スパーリングで右目の網膜剥離を患い、ガーボンタ・デービスとの試合を辞退。マレスは2008年には左目の網膜剥離を患っている。2020年5月、トレーナーを ロベルトガルシアからマニーロブレスに変更した。ありがとうございます。